2019年ということで、10月13日、まあ、昨日も今日もですね、東京には台風、大型の台風19号ですね、迫ってまして、福岡が少し風が強いんですけども、まあ、そういう風もですね、この曇り空もですね、全部乗っかって、ここで最高のプロレスをですね、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご観戦をお願いします。まあ、第1試合目ということで、オープニングマッチ15分一本勝負、カルボナーラ大臣、フラットピュート VS イッキーマウスハンバーガー、なかなかいいカードじゃないでしょうか。はい、15分一本勝負ということで、オープニングマッチですね、はい、まあ、全部2年生なんですけども、はい、1人だけ4年生、そうですね、はい、この夏試合になるでしょうか。はい、そして第2試合、タックマッチ20分一本勝負、キーマカレーキット、ガスから学ぶ VS 山上てよ甘さきよ、ありがとうございます。まあ、こちらの試合はですね、はい、山上てよ甘さきよ組がですね、どちらも OB ということで、OB 大先輩ということで、はい、学生ではなく OB の力も参戦ということで、はい、対するキーマカレーキット、ガスから学ぶが、幼馴染の大学2年生、そうです、大親友ということで、どのような格好は、大チームですね、はい、そしてセミファイナル、タックマッチ30分一本勝負、ピカシボーベケ、バルクホーガンバーサス、ミヤビスーパーブーメーダー、ピカシボーベケ、渡ってございます、はい、ピカシボーベケですね、はい、バルクホーガンベケ、こちらも4年生ということで、はい、対するのがミヤビとスーパーブーメーダー、そうですね、相場なんか1人1本なんですけど、はい、ありがとうございます。そして本日のメインイベント、スペシャルシングルマッチ60分一本勝負、スーパーキミロコマシンバーサスタイガー西山スク、はい、これシングルマッチということで、はい、見に来ましたよ。第1第2セミファイナルと、はい、全部タッグなんですけども、最後だけシングル、そうですね、はい、最後は西山マスク選手が、はい、スーパーキミロコマシンを、なるほど、マシングル男、男と男の1対1の対決ということで、まあ、こちらも面白い試合になるんじゃないかということですね、まあ、本日のマイマイと2019年なんで、やっぱ風が強いですね。そうですね、なんか物飛ばされないように熱中症になって、物飛ばされないようにですね、はい、どことなく声も届きにくい感じがするんですけども、はい、しっかり声張って頑張ってください。選手はですね、これはですね、まあ、この風なんでね、まあ、本当に寒くなるかもしれないですね、まあ、風も引かないようにですね、まあ、あっという間に引っ込んでもらったらいいと思います。さあ、10月13日ということで、はい、マイマイスターですね、始まりますけども、はい、マイマイスター2019年まもなく全部です。マイマイフェスタ19年度大会を開催いたします。ただいまに本日の第1試合、タックマッチ15分一本勝負を行います。アクアナよりカルボナーラ大臣、フラットピット選手の入場です。さあ、来ましたよ、マイマイフェスタ、今年も、はい、やってきました。オープニングマッチを飾るのはこのようにです。さあ、入ってきた前陣2人、先頭を歩くのがフラットピュット、そうです、先月にまみれてますね、はい、先月にまみれたことしております。そして後方を歩くのがカルボナーラ大臣、まだ変わった名前ということで、はい、そうです、はい、アコーナー 172cm73kg、 カルボナーラ大臣、カルボナーラ大臣、 171cm68kg、 フラットピュット、グラトプット。赤コーナーよりイッキーマウスハンバーガー組の入場です。さあ、
打って変わって明るい曲で、そうですね、スキップしたくなるような曲で、はい、巻いてくるのは、この2人そして赤コーナー、青コーナーの今の衝撃ですけども、はい、赤コーナーの方が圧倒的に強すぎてですね、そうですちょっと鍵に潜んでしまいそうな青コーナーですので、はい、解説してみましょう。はい、さあ行くぞマイマイ。さあ始まりました、マイマイフェスタ2019オープニングマッチ15分一本勝負、青コーナーカルボナーラ大臣フラットビットバーサス赤コーナーいきますハンバーガーという方がいました。はい、始まりましたね。はい、今年もやってまいりました、この大会に、はい、ある意味僕たちの開幕戦とも関わっているので、はい、飾らせていただきます。はい、僕たちのね、このからちょっと長いシリーズがね、そうですね、始まるんですよね、この大会から。はい、始まるんですけども、はい、このオープニングマッチを飾るこの4人ですよ。はい、これふさわしいでしょうか。今日は一回この肩のお釜ですよ、ちょっと。ダメですよね、これは。はい、ダメですよ。辛すぎて直視できませんね。ちょっと、1試合目からお釜が出てきてるでしょうっていう、この KWF のプロレス。そうですね、じゃあ紹介力もしていきましょうか。一応しておきましょう。はい、はい、今出ているお釜が、イッキーマウス。赤コーナーですね。赤コーナー。そして青コーナー、今出ているのが、フラットピュットということで。はい、先決の打点師。はい、なんで先決なんですかね。そうですね、この男をなんと、はい、するとですね、はい、とてつもない話を出すということで、試合中に、はい、試合中によく話を出す男ということで、はいはいはい。話出ちゃうんですか、今日。ちょっと僕も一つ入手したんですけど、情報。今日の朝、何ですかね、バスで僕たち移動してたじゃないですか。その中で今日話を出したんですよ。もうちょっと、はい、試合前から興奮しますね。そうですよ。しかも相手がまさかの、はい、あれですよ、イッキーマウス選手ですよ。そうですよ。もう姿に興奮し、話を出してほしくないっていう、この、はい、青いマットを赤く染めてほしくないっていうところが、ね、今現れてます、私は。はい、それに変わってきたのが、この変わった名前の特徴的な。そうですね、カルボナーラ大臣。はい、はい、この人はちょっと名前の由来は分かりませんね。そうですね。はい、なぜカルボナーラ大臣になったのか、ただその先輩、これですね、はい、名前というのはですね、先輩から、頂戴する献上をして、はいはいはい、当たるっていうのが伝統的になっておりまして、はい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 、彼はですね、結構デビューが、試合するのが後だったんですね。はいはいはい、彼たちはもう名前をつけずにつけれて、なるほど。もうカルボナーラ目の前にあったから、はい、カルボナーラって言いかけるんですよ。そんなめちゃくちゃな。かわいそうだったんですよ。かわいそうじゃないですか、彼。かわいそうだったんですよ。なるほど、はい、まあ、大臣はもうすごい位の高い役職ですからね、カルボナーラ大臣つけちゃえばいいやみたいな、はいはい、愛の考えですけど、ありました。そうですね、総理大臣ぐらいまでね、はい、はい、さあ、もう一度変わりましたかね、これ。そうですね、はい、さあ、これをキャノのビンタですか。はい、ただただ効かないビンタです。あ、効かないビンタ、効かないビンタ、あれですか、他も嫌いです。いや、別に嫌いなことじゃないですよ。嫌いなことじゃないですよ。ただ、あれ、はい、見てると心が淀みますね。なるほど。足だけはめっちゃ綺麗です、はい、なんで、はい、上半身より下、はい、上半身の方を見ていただきたいですね。下半身のように足してるんです。そうですよ、はい、今日ですね、黒いタイツ、はい、彼はですね、僕の彼の、はい、なんていうんですかね、一番のお気に入りを持ってきたということで。あ、なるほど、はい、今日勝負者的なものを持ってきたから。そうですよ、そうですね。じゃあ、試合、プロレスも初めての方というのも多分いらっしゃると思うんですよね。はいはいはい、そうですね、忘れてました、はい、今、背中を受けて、はい、レフリーがフリーカウントを数えたんで、はいはいはい、このワン、ツー、スリー数える間に、はい、肩を、両肩ついてる肩をどちらか上げないと、はい、負けになってしまうというルールでございます。わかりやすい。また他にも反則技、急所への攻撃だったり、武器使用、はいはい、のレフリーが目視した場合、はい、反則負けとなってしまいます。はい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 、はい、なので実権を握っているのはレフリーなんですよ。なるほど。なんかよくプロレスって、はい、なんか椅子使ったりとか、そうか、武器使ったりとか、ちょっと怖い感じのイメージありますけどね。これが特徴的だと思うんですけど、はい、それが使えるのかって言ったらレフリーが見てるね。なるほど。だあいつしっかりしろと。そうなんですよ。だからレフリーを買収してしまえば。いや、僕たち買収なんかしたことないですけどね。はい。さあ、ここで、唯一多分一人だけ選手紹介したいですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。はい。うわあ、危ない危ない危ない。リングの上の獣を狩る。いや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 。
彼のキスを食らうと失神するらしいですよ。そうです、今ぬるっと行って、はい、ぬるっと行きましたね。はい、恐ろしい。僕も食らいそうになったので必死で逃げました。はい、はい、さあ今腕を捉えている選手、はい、反撃している選手なんですけど、この選手ハンバーガー唯一の4年生でございます。紹介するんですね、結局一応。あ、一応ね、はい、はい、4年生、唯一の4年生ということで、はい、ということなんで、この中で一番先輩ですよ。はい、なんで構図を見たら後輩が先輩を下すような構図になってるんですけども。まあそうですね、まあ、こういうのが一番、ね、はい、大切ですよ、はい、先輩に向かっていく姿と言いますか、はい、さあ、見せてケツを振ってくれ、はい、行きます、ハンバーガーはそれで、はい、振って、おっと、まだ、うわー、いや、5分経過、5分経過、大試合ですよ、たまらんたまらんですよ、本当に。僕も炸裂してますよ、今日。そうです、全開でフルスロットルいってますよ、フルスロットルですよ、本当に。お客さんのこの外中疲れないで、疲れないで目を閉じてるんですよ、本当に。いや、これはアタック、得意のヒップアタック、かわいいケツの振りでしたね。そうですね、はい、実はですね、彼のケツには混合歴史が宿っているということがありまして、混合歴史が、なるほど、柔らかくないですね、本当です、これ。さあ、ためを作って、これはかわず落とし、そしてセールドールワン、セール、いや、これ見てくれ、ちょっと今見ました、準備してましたよ。芸術といえば芸術、はい、相手を永遠と闇に誘う、そういうこと、永遠に寝立てるという、なるほど、そうですよ、はい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 、いや、これは、ああ、心は乙女なのみたいだよね、わかる、乙女だからな、はい、かわいそうだけど、さあ、ここで見せるのか、ああ、正面からの PK、容赦ないですね、さあ、これ、ほれ、さあ、ここで勝ったですね、これがタッグマッチのいいところでありまして、そうですね、味方がですね、カウントを捉えているときに、助けに行けるんですよね、はいはいはい、じゃあ、これ、試合が終わるなんじゃないかってなるじゃないですか、全員助けに行っていけるから、はい、なので、もう一人の相方ですね、ホールしている方の味方が相手を抑えていって、ホールを取ったり、はい、相手にダメージを与えて、はい、立たせない状況でホールに行くなどといった戦術が、これから見受けられるんじゃないでしょうか。長くてよく分かんなかった、そうですね、もうちょっと短くも長かった、ちょっとごめんなさい、分かんなかったです。はい、まあ、タッグマッチというのはね、プロレス特有のルールですから、そうですね、はい、まあ、これもプロレスの見どころで一つでございます。はい、さあ、ここでコーナーからコーナーへ、カーボンエルボー、そして、後ろじゃなくて、前からのドロップキック、後ろから行くような感じですね。そうですね、何をのつけてロープのハンドを使いたかったんでしょう。ああ、なるほど、なるほど。はい、しかもドロップキック、相手が止まっている、座っている姿なので、はいはい、手が取れないんですよ。なるほど、まあ、そういう戦術を使っていくんですね、彼もドローンとモロにビンタ、モロがビンタ、いやいや、効かない、効かない、さあ、ここで、あと、なんか、嫌いよー、いやー、振られた、僕ってないのに、そうですよ、突然の失恋から、はい、多分今カウント見てましたね、失恋もダメージで、はい、心、体力的な痛みよりも精神的なダメージがでかかったものですよ、精神的なものがですね、はい、さあ、ここでブルダテピーのドーナツイスト、はい、ブルーズの芸術的なハムでさ、ここ無理やりぶっ倒しいという、いや、怖いですよ、顔面狂気どころか、ただの狂気人間ですね、ただの兵器ですよ。さあ、ここでダブルのブレンドさあ、いやー、これでも決まらない、さあ、決めるぞと、フラットピット、さあ、何で決める、ドロップキック、さあ、終われるのか、終われるのか、ここでアンペオ必殺のホーガトがホーガ、いや、先ほどから目を背けたくなるやつですよ、反則に近いですね、はい、いや、怖い、末恐ろしいですね、あの岡野は本当に、さあ、ここで来るのは連携攻撃の、これは、さあ、ゴーッと、決まった、ワン、ツー、ゴーッと、危ない危ない、これ先輩から一本取るところでしたけどね、惜しい惜しい、今でも査定が高いですから、こういうの見てるんで結構頭にきてますよ、しかしここ無理やり返していって、蹴りでしたね、蹴りですね、いつも膝なのに、あ
多分足届かなかったんですよね、ちょっと。さあ、ここでコードブリーカー正面から勝ち込んでいきましたよ。はい、さあ、決めるか、ハンバーガー。これは得意だ。マジ万字固め。最後に角度で決まっている。まず強いものを意識しないといけない。